たかったお、ここでさらにパックを奪い返す。さあここでイーグルスのパワープレーが終了となりました。大津選手がキープしてそのままシュート。なんかプレーがなんか引き締まってるというか、フレインズ側がチャンスをしっかり作れてるかな、ね、さあまだパックがこぼれてそうだが、ここはしっかり返したフレインズ。斉藤選手から逆サイド、大津選手から、ここはシュートまでいけず、磯貝選手のシュートだったんですが、ここはイーグルスの選手体張って止めます。さあもう一度磯貝選手、ここはシュートだったんですが、おーっとここでロングシュート決められてしまいました。さあ先制点はレッドイーグルス北海道、青山選手のシュートだったんですかね。そうですね、はい、ディフェンス青山選手の形作っています。さあ松野選手のシュート、さあ逆サイド空いてる松金選手、シュートだったんですが、ここは小野田選手が止めた模様ですですが、はい、まあ、今日は逆にルーキー青山選手が得点を挙げてイーグルスが先制する形となっていっております。2番のトリオがホッケーしますけども、はい、クレインズの場合は、1人ドライブしても次後ろ、あ、チャンスで今のリバウンド出たんですが、さてここで山崎選手リバウンド叩いてクレインズ同点ゴールです。あ、ここで中屋敷選手から橋本涼選手、逆サイド中島選手からもう一度逆サイド、おっとここで中屋敷選手がワンタイム決めてイーグルス、さあここでまずさらに1点リードとなります。大津選手がここで一度しっかりクリアして、ここで2対1のチャンスになる。おっとここで青山選手のシュートだったんですが、はい、まああのね、松金選手がねしっかり自分で戻ったんで、はい、まあ、なんとかピンチは、おっとここでゴール前、まあ、外の野球場とかいろいろ使えば全然本当できるんじゃないかな。おっとここでパスカットからのシュート、あー磯部選手のナイスセーブです。さあここでパック奪い返した青山選手、そのままゴール向かっていくシュート。さあここは小田選手グローブで、まあ、ここで大津選手バック奪い返してそのままシュートまでいけるか、シュートリバウンド出てる。さあまだクレインズパックキープしますような雰囲気ですね。そうですね。さあここで大津選手から逆サイド磯貝選手だったんですが、取ったパック、おっとここが枠取られず、しかしリバウンド出てたんですが起きるかなっていう。さあここでパック奪い返ました、斉藤選手から逆サイド磯貝選手だったんですが、ここはパック取らず、おっとここで逆に彦坂選手にシュートを決められてしまいました。レッドイーグルス北海道追加点3対1、2点リードと変わります。ただまだ時間ありますので、はい、そんなに慌てなくてもいいと思います。おっとここで松野選手パック出た、おっと肩口狙ったんですが少し高く浮いてしまいました。8分21秒、さあイーグルス2点リードとなっております。そう松金選手そのまま持ち込んでシュートでゴール。ペナルティーボックスから出てきた大津選手がそのまま左サイド駆け上がって、真ん中ミドルを走っていた松金選手パスが当たってそのままシュート右肩口に決めてのゴールとなりました。サークをこぼれてリバウンド逆にクレインズ2対1、さあ逆通った、さあここはノーゴールだそうです。しかしもランプつけてないですし、レフリーもね近くにいて、なんでよ、あ、グセブですね、はい、ナイスセブです。今ペナルティーのままで高木選手、三田村選手、橋本選手、もう一人選手を入れてきます。高木選手逆サイド振った、おっとここでゴールは決まってしまいました。イーグルス今日パワープレイでの2得点目、点数4対2、2点リードとなります。イーグルスの選手がバックをクリアしたんですが、このまま試合終了となりそうです。